アーーズ・ー・ビー・は、ウェールズの小説家、ビクトリア朝を舞台にした作品で知られている。レズビアンのミステリー作家で、作品にも、同性愛の描写が多く見られる。ケント大学で、英文学を専攻した。1998年に、諸女作ティ・ピング・ザ・ベルベットを発表した。1999年に刊行した、阪神で、サマセット・モーム賞を受賞。 2002年にアフィニティで英国推理作家協会賞のうち優れた歴史ミステリーに与えられるエリス・ピーターズ賞を受賞している。また2002年、2006年、2009年の3度にわたってブッカー賞の最終候補となった。2011年に英国のレズビアン系ウェブマガジンレズビリシャスの 独占インタビューに、1920年代を舞台とした、新作を2012年の終わりまでに完成させたいと、答えた。英ブッ商賞公式ウェブページ、サラ・ウォーターズの高アクセス日時2012年2月2日20時50分、httpww.lesbilicious.co.uk テレビジョンイズンとグレートアットショーイングブッチ、キャラクターズエクスクルーシブインタビューウィズサラ、ウォーターズ、レズビリシャスの九段の記事アクセス日時2012年9月30日2時50分。ありがとうございます。